まあ、これだけ天気いいと、今日ファミリーシリーズですからね、はい、あのオープンテラスなんかでも、いや、かなりいい時間過ごせると思うわ。これ、暖かくなってくるとさ、洋服のその色も変わってくるやつさ、あ、はいはい、明るい色になる。そうそう、白っぽくね、結構ね、ピンクの服が目立つな、まあ、先制効果もあって、シンデレラのシートもあってだけど、今日確かその、天気日で、あ、そういうことね。かなり止まってるねなとなるんじゃないでしょうかね。おお、そうなってないですね。部屋とか燃えるけど俺、やったらね、金曜日は3対2でサヨナラ勝ちしました。2連勝です、はい、今シーズン初先発の木田投手、2回も1点を先制されるも渋かったよな、はい、うん、まあ、5回の裏には糸井の3号ソロで同点、6回の表に再び1点を勝ち越されますが、はい、1回の裏には田中健介のタイムリースリーベースで2対2、打線が9回の裏に満塁とセーブのチャンスを作るものの得点を奪えず、ファイターズ打撃陣がライオンズ打線を抑えて試合がそのまま延長へ。で、10回の裏、2番手藤田から鶴岡のヒット、田中健介の敬遠、森本のヒットで満塁、この試合4度目の満塁でした。そして満塁とすると糸井が自身初のサヨナラタイムリーを放って、今シーズン初のサヨナラ勝利、糸井選手を奪回ライオンズ打線ね。のホームランさ、はい、ブッチ実況やったらなんて言う、それ実況してました、してた、はい、ほんならもうそれホームランの後、はい、そのホームランまた振り返るやん、はい、なんて言う、完璧な当たり、あー、それもいいね、はい、打った瞬間それで分かる、これも実況なの醍醐味でしょう、ねえ、ね、確かに打った瞬間それで分かる、素晴らしいホームランでさーみたいな、はいはいはい、かなり小でかい一発でしたよね、どこの時ね、はい、東京のコーナーで喋ったのかな、はい、なった、はいはい、それを東京の放送局に打ちまくった、打った瞬間それで分かる、分かってたね、ハハハハ、言ってた、そう、はぁはぁはぁ、いや、それ最後も完璧な感じでした、完璧だったね、あれ、ファイターズって、結構外国人打ったっけって思うような、はははは、そうです、これぐらいのパワーですね、よっちゃパワーだな、でも同じ台でもね、素晴らしい同じ台でしたよね、やってくれた、あれのおかげで、ポイントはスピーンという言葉をあれと言い換える、なかなか、まあ、一人選手ぐらいしかできないですね。それ聞いて僕ね、はい、その放送局でヒーロー演説爆笑してたんですね、はいはい、その隣に以前コーチやられた白井さんも座ってたんで、はいはい、そうだったんです、はい、白井さんも爆笑してたんです、あ、やっぱ業種のことを知ってるだけにね、はい、ここで来たかと、はい、感じましたか、あれだけさ、はい、あのね、やったんじゃないですかって言われてさ、はい、こうさ、まだインタビュアーの人もちゃんと言葉を、はい、復唱すればいいですよって言ってくれてるやつだよ、そうですね、うん、はい、なのに、復唱して、あ、いいセンスだなと思ったら、あの、テレモノとかに、あれですね、出てきてるみたいな、どうやって、はい、俺もう、吉野は、もう最高やな、この日の一撃ラジオは、平野健さんも書いてきたんですけども、このあれを受けて、友人規模だねと話してましたよ。皆さん最近じゃ言い方は違いますけど、同じですよね。私も、いやー、つまりその件が自信発表されたら大変な話ですが、やっぱりこの試合はですね、まあ、一人選手もそうですけども、先発の木田投手素晴らしかったですよね。やっぱりね、この先木田さんとはって話してきましたけども、はい、まあ、もう中に入って投げるっていうのも言われてましたが、はい、体もきついと思う、はい、でもね、もう充実感も満ち溢れてたし、はい、もうほんまに重たいと思う、なんか初戦に甘い、ああ、涙出そうでしたよ、ああ、ねえ、吉田スリーがとったんだよね、まあ言ったら、でも1回のとったんは、一生懸命にこのファイターのために、はい、取り組んでくれてるっていうのはね、ああ、この人がいたら、本当、チームがね、例えば精神的、心理的にそうって傾きかけたら、はい、こういう方って、本当にいっぱい支えてくれるんやなと。はい、状態を上げる、そうですよ、幸せですよ、本当、ボール保管機を使い、ペットボトルのクリップを使ったり、もう、いわゆる、ガリフリ構わずという、もう、痛く
当に左手に構わず、はい、できることを全てやられたら思い出すので。そうですか、うん、はい、相手の先発がね、エースの涌井投手18歳差ですか、はい、でマスクをかぶった大野選手と涌井選手と同い年ですか、18歳、はい、みんなこの、ね、あの若い選手がいる中で木田選手がある意味一番若いんじゃないかっていうぐらいの栄光と言うなぁ、むっちぇ、あ、ありがとうございます。うん、本当に一番若かった時期を用とプレーされてましたね。そうですよね、なのでこの姿を見て各選手たちが目いっぱいから、はい、刺激を受けて、はい、接戦をものにしたと、はい、うん、いうことじゃないの。素晴らしい、これがみんなに乗り移って、ね、そして昨日の試合と、そういうことですよね。でも5月1日、5月最初の試合、土曜日のライオンズとの8回戦5対0で最長3連勝、2回に両大関、5回には田中健介、6回に稲葉、7回に小山とタイムリーなどで同点得点を奪って、先発ダルビッシュが毎回のようにランナーを背負うものの、2009年5月23日が試合の160球完封と今シーズン初の3連勝でした。疲労がしていてね、まあ、そういう引き出しを準備してたんだなと思いました。
これ完封ですか、びっくり。ちなみにこの完封勝利で、ダルビッシュ投手は高卒1年目から6年連続完封、これ、エナック・ユサカさん以来ということですね。これが試合勝ちというのが分かりますよね。はい、はい、大通り大体ですね。どん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 続いておいていくと、この辺の一方でですね、打線の方はですね、みたいな日はいいですよね。これまだお好み焼きとか、はい、たこ焼き屋とか、そういうのも
ラッパだよ。そうですよね。あのクロメロさんは、はい、あのディバイダーさんが最後に来てます。おい、大食いじゃなくて美味しいもの食べてビール飲んで、あら、幸せな気分ですね。これで勝たないわけありませんよ。いや、大丈夫だよ。めちゃめちゃ私たちでも都合がいい方ね。いいですね。勝は最高だけども、勝たないわけがない。いや、でもこの方美味しいですよ。私、試合展開でこういうお方としても、はい、元気よく引き継がれることですよね。何も今日それよりも、そうですよね、余命に話してほしいですよ。はい、あの、まあ、札幌の方もたくさんの人で賑わってますけれども、はいはい、ゴールデンウィークということで動物園の方も人が賑わって集まってますよね。はい、札幌丸山動物園の駐車場なんですが、12時現在満車が続いていて、およそ2時間待ちにあらなってます。また周辺の道路は朝8時より一方通行、この交通規制を行われてますので、まあ時間余裕を持って自由に動いてください。やっぱり小さくなるとちょっとイライラしますよね。そうですね、なるべく気持ちをおおらかに持たれて安全性を心がけてほしいですね。そうですね、もうお母さん、あなたにはなんかこれ食べてくださいね。今日は母の日のプレゼントを兼ねて、ファンキーな母と初のシンデレラシートにいます。おー、
そんな母ですが、腱鞘炎がひどく最近へこんでいます。大事なガンちゃんから元気の出る一言をいただけると嬉しいです。お手元を染み出してください。染み出してください。あー、ごめんねー。
17歳みにゃこちゃん、今日は残念でしたね。私はいつでも出ます。だって掲示板に書き込んでから放送があるまでずっと携帯手放しませんでした。彩香先生から電話来るかもって思うといつも部屋に置きっぱなしの携帯も手放せませんと書いてくれているみにゃこちゃん。